今回ですね、アフィリエイト案件を全網羅すべて公開ということで話をしていこうかなと思うんですけども、これを聞いてる方でアフィリエイトやってる方いると思うんですけども、アフィリエイトの ASP ってたくさんあるんですよね。あまりにもありすぎて自分の把握してる案件って結構ね、実は少なかったりするわけなんですけども、今回はこれを聞いてるあなたにすべてこのアフィリエイトASP ってものを私が知ってる限りすべて無料で公開したいと思います。おそらくここまで網羅してる人っていうのはほとんどいないんじゃないかなと思うんですけども、今回のね話を聞くことによってアフィリエイトの ASP をほぼすべて知ることができます。 ASP を探す無駄な時間を削減することができるので、かなりね効率的にこれからアフィリエイトの案件を探して取り組んでいくことができると思うんですけども、これを知らないとせっかくね稼げる案件を見逃してしまって、あなたが本来ね稼ぐはずだった報酬ってのもなくなってしまうので、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。まず結論から言うと、今回のね動画がきっかけでアフィリエイトの報酬っていうのが、アップするっていうね人が出てくると思いますので、ぜひ私も頑張って ASP ね調べましたので、楽しみにしてほしいと思います。というわけで今回は全体像としてこのような感じにまとめてみました。今回もできるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。今回の目次なんですけども、まず一つ目にアフィリエイトはなぜ優れているのか、そしておすすめのアフィリエイト案件のジャンルとは、アフィリエイト ASP 全網羅のサイト紹介、そしてアフィリエイトの盲点ということでね話をしていこうかなと思います。ではまず最初になぜアフィリエイトは優れているのかについてね話をしていこうかなと思うんですけども、まずアフィリエイトの優れている点として失敗するリスクっていうのが限りなく低いんですね。私もインターネットビジネスを始めた一番最初に取り組んだのがこのアフィリエイトだったわけなんですけども、その理由として挙げられるのがコストがかからないっていう点ですね。基本的にビジネスを立ち上げた最初の頃っていうのがお金が少ないっていうことがねあると思うんですけども、アフィリエイトを始めるにあたって最低限サーバー代とドメイン代があれば年間数千円から1万円ぐらいで始めることができるわけなんですね。そしてもう一つアフィリエイトの優れてる点として商品やサービスを作る必要がないということですね。アフィリエイトは基本的に紹介することで報酬を稼ぐことができるので、紹介した商品やサービスのサポートに関しては基本的に販売者が行うことになるわけなんですね。ですのでアフィリエイトをやる上でアフィリエイターがやることっていうのはその商品やサービスの価値をしっかりとね伝えるってことが仕事になるかと思います。そしてもう一つアフィリエイトの優れてる点としてゼロもしくはプラスで赤字になりにくいということで、基本的にアフィリエイトをやる上でマイナスになるってことは限りなく低いんですね。勉強する上で教材費とかっていうのはかかってくると思うんですけども、アフィリエイトやること自体で赤字になるっていうことは広告費をかけすぎたとかそういったこと以外の理由ではほとんどないはずなんですね。よって何度でもサイトやブログを立ち上げることができるので何回も挑戦することができると、そういった意味で最悪ゼロもしくはプラスにしかなり得ないということで、こういった意味でもアフィリエイトっていうのは失敗するリスクが限りなく低い。ですのでアフィリエイトっていうのは特にね資金がない最初のうちっていうのはとても優れてると、そういった理由になります。では次にそんなアフィリエイトのおすすめの案件のジャンルっていうのは一体どういったものかについてね話をしていこうかなと思うんですけども、今回はおすすめしないアフィリエイト案件とおすすめのアフィリエイト案件2つをね紹介していこうと思います。ではまずおすすめしないアフィリエイト案件ってどういったものかっていうと、来店系などの店舗でのサービスや商品の販売に関してのアフィリエイトっていうのは極力避けた方がいいんじゃないかなと思うんですね。その理由は何でかっていうと、例えばねコロナなどによって来店の制限によってアフィリエイターが報酬激減したっていうね、そういった声がすごい多かったんですね。やっぱりコロナなんかの感染症によって移動が制限されたりとか営業時間とかを制限されてしまうとそもそも人が来ないっていうね、そういったことが起きたことも考えると、結構ここだけに報酬を頼ってしまうと先月までたくさん稼いでたのにいきなり激減するっていう可能性もあるわけなんですね。ですのでなんか説明会に参加することによって報酬がもらえるとか、来店の無料体験によって報酬がもらえるとか、そういったものはリスクがあるということをね認識しておいてほしいと思います。では次に逆におすすめのアフィリエイト案件ってどういったものかっていうと、デジタルコンテンツ系のアフィリエイトっていうのは結構おすすめなんですよね。先ほどコロナなんかでリアルビジネスのアフィリエイトっていうのは結構影響があったとお話したと思うんですけども、逆にそういった時期でも売り上げがもっとね伸びたっていうのが、自宅とかで利用することができる娯楽とかエンタメ系のサービスとか学習などの教育系のコンテンツっていうのは需要が伸びたわけなんですね。ですのでもしかして今後も感染症なんかの影響によって自分のビジネスに影響ある可能性もありますので、こういったことも考慮した上でアフィリエイトの案件というのを、ね、選んでほしいなと思います。
というわけで、いよいよアフィリエイト ASP 全網羅サイトの紹介ということで、全網羅といってね、ちょっと大げさなんですけども、おそらくここまで調べた人っていうのは、なかなか少ないであろう。きっと見るとびっくりするぐらいのアフィリエイトの ASP を網羅したので、ぜひね、こちらにアクセスしてみてほしいんですけども、この URL に関しては、この動画の概要欄に載せておきましたので、ぜひチェックしてみてください。一応このページどんな感じかっていうのをお見せしたいと思うんですけども、こんな感じで前半部分が無料オファーアフィリエイトのアフィリエイト ASP。そして後半が A8 ネットとかバリューコマースとかそういった感じの物販系のアフィリエイトの ASP なんかね、揃えてます。かなりの数になりますので、ぜひ一つ一つチェックしてみてほしいと思います。で、一つ注意点としてこれらのアフィリエイト ASP に登録すると、メールがね、結構たくさん届くようになると思います。ですので、アフィリエイト専用のメールアドレスを作って、それで登録するといいかと思います。で、今回最後にアフィリエイトの盲点ということで、ここも非常に大事になってくるんですけども、これからアフィリエイトをやっていく上で、ここをしっかり把握した上でやっていかないと、結構後々困ることになると思うんですね。それは何かっていうと、アフィリエイトの商品やサービス自体っていうのがなくなる可能性っていうのもあるわけなんですね。例えば、ようやくブログを立ち上げてアクセスが集まってきて、アフィリエイト単価1つ5000円の商品が売れるようになったと。すごいようやく報酬が安定してきて嬉しいと。という時ってやっていく中であると思うんですけども、結構アフィリエイトって年単位でやってると、いきなりその商品自体が販売停止になったりとか、その会社自体が倒産してしまったとか、そういったことってよくあることなんですね。ですので、特に1つとか2つか特定の商品やサービスに頼ってアフィリエイトしてしまうと、いきなり報酬が激減するリスクっていうのがあります。今コンスタントにアフィリエイト報酬が発生している方は、こういったこともあるってことをね、覚えておいてほしいと思います。そしてもう一つが報酬額が下げられるってことですね。これもよくあるんですけども、いきなり今まで数千円とかだったのが1円とか、そういったことになることも稀にあるんですね。結構今までせっかく紹介してあげてたのに、いきなり1円とかに下げられてしまってブーブー文句を言っても、結局この問題っていうのはアフィリエイター側ではコントロールできない問題なんですね。ですので、紹介してる案件が急に下げられるってこともね、理解してほしいと思います。そして3つ目のアフィリエイトの盲点として、顧客リストが取りにくいっていうことですね。やっぱりビジネスの基本として、一度買ってくれたお客さんってまたもう一度商品を買ってくれやすいんですね。ただアフィリエイトっていうのは紹介料をもらうというビジネスなので、一度買ってくれたお客さんにまた再アプローチするってことがなかなかできないんですね。自分の特典なんかが付けられる分にはね、できなくはないんですけども、なかなか顧客リストを得られにくいっていう点も、やっぱり他で補っていかないといけないというね、そういった盲点があります。というわけで、アフィリエイトの盲点として、商品やサービス自体がなくなる、報酬額が下げられる、顧客リストが取りにくいっていうね、そういった盲点をお伝えしました。というわけで、今回のまとめ、アフィリエイトの ASP たくさん知ることができたと思うんですけども、そういったアフィリエイトの各 ASP をたくさん把握しておくことで、あなたのアフィリエイターとしての可能性が広がります。ただ先ほども言ったように、アフィリエイトもいいんですけども、アフィリエイトで特定の商品だけにね、絞ってやってしまうと、いざ何かが起こった時にあなたのビジネスの売り上げが急激に下がってしまうという可能性もありますので、その対策として自分の商品やサービスを両立させながらアフィリエイトしていくっていうことはね、大事になってくるかと思います。この自分の商品やサービスの作り方に関しても、他の動画で解説してますので、ぜひそちらも概要欄でチェックしてみてほしいと思います。というわけで、ぜひ今回もこの解説した資料欲しいという方は、受け取り方も概要欄に載せてますので、そちらもチェックしてください。というわけで、今後ね、こういったアフィリエイトで役立つような様々な情報というのを、このチャンネルでお届けしたいと思いますので、ぜひ、この動画のチャンネル登録と、この動画の概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。